やめてくださいよ、もおい、小島。う。なんすか？お前な、今から受ける面接、俺たちがあそこの窓から指示出すから、全部その通り受け答えしろよ、お前。わかったな。わかりましたよ、もう。おい、そうそう、線香食うぞ。あ、どうも。ああ、お待たせしました。よし。それでは早速ただいまより高校入試の面接試験を行いたいと思います。まず名前は？私は小島和也です。はい、小島君ね。年はいくつですか？神に命を授かってから15年です。普通に答えなさい。なんでちょっと神秘的に答えてんの？次、出身はどこですか？カンボジアではありません。分かってるよ、それ。どこに住んでんの？どこに？日本です。広いよ。具体的にどこに住んでるんですか？角部屋です。具体的すぎるよ、それ。知らないよ、君んちの間取りは。なんで言わないの？隠すことないだろ。住んでるとこぐらい言いなさいよ。横浜です。どうしたの？びっくりした。次、得意科目は何？日本史です。じゃあさ、歴史上の人物で最も尊敬する人は誰なの？信長、織田。なんで外国人なの？織田信長でいいでしょう。じゃあその織田信長の最も尊敬する部分はどこですか？髪型です。みんな一緒だよ。みんなちょんまげなの、あの時代は。じゃあさ、ほら、本能寺の変で明智光秀に殺された、このことについてはどう思う？うわーと思いました。見たのかよ。何、目の前で起きたみたいなリアクションは。じゃなくて、織田信長殺されて具体的にこう思ったとかないんですか？敵を取りたいです。死んでるよ。明智はとっくに死んでるよ。次、明美、趣味英会話なんだ。じゃあさ、今から私とのやり取りをすべて英語で答えてください。イエス。Hello？ ロバート、ハロー。誰がロバート？どう見てもロバートじゃないよ、俺。What's your name？ ムッシュ小島。誰がムッシュだよ。誰がムッシュだよ。ムッシュってもフランス語だからね。次、What time is it now？ ワオ、トラブルクロック。知らねえよ。何、いつの間に12時でしたみたいな、それ。君、大体これ、英語って全然できないじゃない。面接で嘘なんかついていいと思ってんの？ノープロブレム。問題ある。お前だけだよ、ノープログラムは。次、あ、何、君、空手のスポーツ推薦なんだ。じゃあさ、この場で実際に技とか型を見せてください。いいですよ。じゃあ早速見せてもらえますか？かかと落とし。いいじゃない。じゃあ他のも見せて。手を使わずにかかと落とし。変わってないでしょ、さっきの。使ってないでしょ、最初からかかと落としも。他の蹴りにしてください。犬に下段回し。なんちゅうことすんだよ。ダメ、犬に蹴ったら。もういいや、普通のこの正拳突きでいいから、正拳突きでいいから、ちゃんとやって。手短に。なんでよ。手短にやんなくて、ちゃんとやって。手袋外して。してないでしょ、最初からやってみて。ちゃんと真面目にやって。天童よしみに。何の恨みがあんだよ。出てけ。結果はどうなりましたか？君、多分不合格だから。ラッなんでだキー。よ。